今日のゲームはあるものをフーフーするロブロックス。もし負けてしまうと口の中にそれが入ってしまう。果たしてオレちゃんたちはそれを食べずにクリアすることができるのか。はい、というわけでみんな、今回はある世界にやってきました。え、出た、いつもの変な世界。バトルできるらしいんだけど、あそこに並んでる人たちとバトルしていってみようか。お、ほんといっぱい並んでいる。というわけでみんな、今回はここに並んでるみんなとバトルしていきます。どういうバトルするか全く分かってないんだけど、早速やってみるか。おし、じゃあこの女の子とお願いします。うわ、ごっゴキブリだ。どうすればいいの、タップすればいいのかな。わ、俺ちゃんやばいよ。うわー、食べた。おえー、やばい、食べてしまった。というわけでみんな、ここは負けたら虫を食べてしまう世界。俺ちゃん虫食べるの好きだもんね。好きじゃないけど、全然好きじゃない。全然食べないよ。1年に1回も食べない。というわけで、どうやったら勝てるんだろう。レベルアップしてなんとか勝っていきたいよね。あ、さすがに勝てないとね。いて。で、今回ね、この人たちに勝つことができたら、ポムニとキャットナップも呼んで、ゴキブリを食べさせます。お、どんな反応するか楽しみ。頑張るよ。高評価で応援してね。何？とりあえずこの辺受け取ろうか。あ、なんだ？お、おいちゃん、ペットだ。わ、タコだ。大きなタコ。はい、タコ来た。かわいいタコ。ちょっと待って、これ何？お、なんかサッカーボール膨らました。お、サッカーボール膨らましてレベル上げるんじゃない？なるほどね。これで、息の吐く量を増やすのか。なるほど。なんかタコがね、蹴ってくれてる。どういう状態？いや、回ってるだけか。で、他には何ができるの？これは？ハッピーバースデーって言われた。全然ハッピーバースデーじゃないよ。あ、割るんだ。割ると何？どうなんの？お、なんかリップっていうのがレベル上がるよ。肺と口のレベルアップしたね。どういうことなんだろう。それ戦ってみようか。さあ、というわけで、ゴー。勝てるかな。あ、すぐ食べさせた。うわー、いっぱい出た。何？なんか出た、ケムシ。みんなケムシ出た。さあ、ケムシ、あ、ケムシ2体もいる。どういうこと、なんかめちゃくちゃ増えた。とりあえずタコとケムシがいるから、さらに自分がレベルアップしやすくなった。で、なんかね、こっちでいろいろ変えるみたいだよ。何、30分プレイすればこの美しい羽がもらえるのかな。あとでちょっとやってみようか。あ、なんかもうついた。すごい。あ、ちょっと足の速度が上がるんだ。うわ、ほんとだ。待って、この人行ってみる。勝てるかな。お願いします。え、もうレベル2いくの。うわ、勝てそう。うわ、勝った。さあ、上で勝ったよ。まだいけるんじゃない。次のレベルいっちゃうよ。これで機嫌悪いけど。おいしょ。あ、あ、待って、あ、待って、まずい。あ、ギリギリいけた。うわ、ほんとだ。次も行ってみます。あれ、全部いけちゃうんじゃない。確かにいけそう。さあ、というわけで、あ、これもいけるんじゃない。あ、まずいまずいまずい。どう、お、お、勝ったよ。泣いてるけどね。え、待って、みんないけちゃうんじゃない。これ、この人めちゃくちゃ強そうだけど。どうかな。うわ、強い。なんでこんなに強いんだ。うわだ、食べた、食べちゃったけど、まあ、とりあえずここまで来れた。うわ、結構強いね。え、みんな早くない？まだ初めて数分だけど。これで、さらに容量上げていこう。待って、ちょっとサッカーボール増えすぎじゃない？サッカーボールが多い時は、これで割っていった方が、もらえるんだ。うわ、ほんとだ！なるほどね。こっち割った方がめちゃくちゃ、トロフィーももらえるし、経験値も上がるね。よし、上も上がっていく。うわ、待って、みんなフィーバータイムだ！すごい！割り放題。ガンガンレベル上がっていくよ。で、このトロフィーを使えば、ガチャでペットが増やせる。おし。さあ、ペット、お願いします。1個買った。フランスホッパー、来たよ。おし、じゃあ、これの、これも買おう。トレーニングの効率を上げるための道具だ。うわ、ほんとだ、いっぱいある。これを装備して、これを使いまくると、解除されるんじゃない？お、なるほどね。なるほど、これのレベルも上げていかないと。
で、これで60回すれば、おし、次これいけるでしょ。おし、じゃあ次これ。新しいやつ。待って、次のやついってみようか。ちなみにみんな、サッカーボールはレベル上げれば多分ね、この大きさまで膨らむ。もっとレベル上げないと。さあ、というわけでみんな、結構膨らました。わ、すごい！結構いったに！もう結構大きいサッカーボールになった。ちょっとトロフィーめちゃくちゃ溜まってるから、ガチャ引きます。来い！マグマイク！うわ！なにこれ！ロングコーン！でもどうせならあと、2つ引こう。全部引けるよ、強いの。お、全部ロングコーンじゃない？お願いもっと強いの出て。来た！ロコースティック！すごい名前だ。アーム 25%。あ、この大きなタコが一番強いかな。ロングコーンは、あんまり強くならないな。っていうかみんなもう、次のレベルいきそうだよね。お、確かに、勝てるんじゃない？とりあえずこれに勝とう。おし、戦います。お願いします。どうかな？結構、レベル高いと思うんだけど。あ、一瞬だ！やった。ちょっと、強くなりすぎたから、次のところ行ってみる。さあ、というわけでみんな次のステージ行きます。おいしょ、あ！会場が変わった。スキビリだ。スキビリとフーフーしたくないんだけど。待って、本当に？うわ！スキビリだ。ネズミだ、次は。お願いします。食べてください、ネズミを。うわ、やばいやばいやばい。おし、食べた。めっちゃ出た。しっぽうにゅうにした。気持ち悪かったな。というわけで、ジーマンとかいるんだ。ちょっと待って、さすがにね、こっちのジーマンはきつそうだな。でも、ここのジーマンなら倒せそうだよね。このジーマン目標にしようか。うちバグってない？お、口2つあるよ。な、ジーマンの口恐ろしいんだけど。じゃあちょっともうちょっと頑張ろう。あ、これも最初から。え、これも最初からだ。おし、ちょっとここレベル高すぎるからもうちょっとレベル上げよう。で、ジーマン倒したらさ、キャットナップとホムに呼ぼう。うん、いいね。あの二人戦わせよう。おし、とりあえずジーマンを倒す。目標だ。早速頑張ろう。行ってみるか。お願いします。メガネスキビディ。さあ、バトル。どうかな？ゴー！お、おい、勝てるんじゃない？あ、意外といけるかも。あ、ほんとだ。ここで強化しなくても勝てるんじゃない？じゃあみんな、G マンとバトルします。やるのか、G マン。うはははは。私のこの口臭をかけば、人様にもないだろう。口臭？臭そうだな。嫌だな、ちょっと。まあ、でも戦うしかない。みんな、かきたくないけど頑張る。お願いします。どっちが勝つんだ？いけ！あ、やばい、強い！待て、やばい、やばい、強すぎる！そんな、ダメか。さあ、というわけでみんな、レベル上がった。おし、次はこれになった。うわ、バスケットボール膨らましている！すごいな。これでね、行ってみます。さあ、ジーマン、次こそ勝負だ！うわ、次こそ勝ってほしい！さあ、肺活量上がったよ。頼む、行って！ジーマン食べろ！お願い！食べて！おいしょ！おいしょ！いけ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 ！まだ無理か！まだ無理か！もうちょっといけ！頑張れ！頑張れ！食べろ！おー！おっしゃ、やった！なかなか苦労したな。ジーマン一人に勝つのに、だいぶ力を使うな。さあみんな、ここまで膨らんだ。さあ早速じゃあ次はね、これいけるかな？行く予定ではなかったけどね。なんか強そうじゃない？目の角度が怖い。ほんとだ！力入れ卵出ている！入れ卵なのこれ。全然喋らないよ、これは。さあ、行ってみます。どうかな？お、強そう！勝てるかな？どう？うわー、ダメだ！強すぎるって。みんな、これはね、強すぎる。何時間もかかるな。ちょっとこの辺でさ、キャットナップとポムニを呼んで戦わせてみよう。さあ、俺はだいぶ強くなったけどね。あの二人は多分そこまで強くないから、結構いい勝負すると思うんだよな。じゃあ、どこで戦わせよう。よし、この辺でいいか。さあ、キャットナップ。招待したはずなんだけど。え？あ、来た！なんだ、ポ？なんか呼んでな、ポ。おー、来た来た来た。この世界、すごく面白いことができるんだけどさ。おー、ポナッか。で、援助するな、ポ。待って、ポムにも呼んだから、ちょっと待ってて。招待したから。
あれポムに来ないかな。この二人会うの初めてかもしれないな。確かにあんまり出会ったことないもんね。じゃあみんな今回はこのキャットナップとポムニをね戦わせたいと思います。え、戦うってどういうこと？え、なんでなこ、これ戦うんだか。そうだよ。というわけでみんなどっちが勝つか予想してね。ちょっと優しくしてね。あー、それは無理な、真剣勝負なこから。断られている。キャットナップの口に入った。これはまずすぎるナプー、もうしたくないナプー、口にゴキブリ入ったナプー、勘弁してくれナプー。え、でもいいの、負けてると恥ずかしいよ。あー、確かにそう言われると悔しいナプーな。もう一回いけるナプーか。おっしゃ、もう一回、せーの、スタート。うわー、やだナプーな、やだナプー。どうするナプー、タップするナプー。え、気持ち悪いな、味わっちゃダメだって。じゃあポムリとキャットナップ1対1だ。さあ最後どっちが勝つか。次は負けないよ、キャットナップ。ふふん、苦い指導するのは君ナップ。さあどっちが勝つ。よし、せーの、スタート。よし、いくよ。うわ、人ナップ。長いな、全然終わらないんだけど。ずっと真ん中にいるんだけど。なんだ、あ、やばい、肺が痛くなってきてナプー。あー、確かにね。あー、やばい、もう息が切れてきて鼻息でやってるんだけど。鼻息が強いナプー。あ、そういえば髪の毛3日ぐらい引っかかってナプー。わー、臭い、よく嗅ぐと臭い。今回はキャットナップの勝ちだ。ボムの勝ちナップ。みんな高評価よろしくナップ。まあボムにもまた遊ぼうナップ。あー、口苦いな。でもちょっと癖になってきたかも。え、なんか味わってる。